태풍이 지나가고의 고레다 히로카즈 감독님이십니다. 박수 부탁드립니다. 그리고 오늘 이 영화의 뭐 이게 사실 고레다 감독님의 가장 성공한 팬, 성공한 덕후, 성덕 유진열 씨 인사 먼저 부탁드립니다. 海町ダイアリーの公開の時にペドゥナさんと二人で一緒に撮らせていただいて、でそこの楽屋にリュウ・ジュンヨルさんがわざわざ来てくれて、で一緒に写真撮った。それが初対面だったのね。でなんかそうで今回はこうやって二人で皆さんの前にいるとお話ができる、なんかすごくこうなんつったんですかね、こう輪が広がっていく感じがしてて、それもとっても嬉しいんですね。今日사랑이라는 것은 눈에 보이지 않잖아요. 그리고 항상 저는 그렇게 생각하는 게 항상 이제 우리 주변에 있다고 생각을 합니다. 우리가 그것을 잡거나 보거나 할 수 있는데도 불구하고 요리조리 피해가고 늘 없다고 생각하고 이랬을 때 이제 조금 우울하고 혹은 이제 좌절감 느끼고 이런 좀 낙담도 하는데, 감독님 영화를 보고 나면은 그게 실제로 눈에 보이고 잡을 수 있는 순간들이 그 영화 두 시간 내내 있지 않을까, 혹은 영화가 끝나고 나서도 그런 순간들이 이제 함께 할 수 있지 않을까 하는 생각에, 그런 부분에서 굉장히 제가 팬이라고 말씀드렸던 것 같아요. 방금 이마서가 미에나이 모노っていうのが すごく 大事だっていうふうに おっしゃっていただいて 多分海町ダイアリーという映画も 出てこない父親の存在というのはすごく大事だったし、歩いても歩いてもという映画もお亡くなった兄というのがずっと物語の実は物語の中心にいる。でそういう人を思い出す時間が夏のお盆っていう、その死者が戻ってくるって言われてる時間なんですよね。だから死者を思うってことが顕在化するっていうのかな、浮上する瞬間が夏だなっていう、 そこが 多分 好きだったと思うんですよね。監督님、 그런 비결은 무엇인지, 그 배우들의 매력은 무엇인지, 그리고 어떻게 그 안으로 또 들어가? 아닙니다. 거기까지는 아닙니다. 아니야. 그런 뜻은 아니라고 정확히 전달해 주세요. 그건 제가 궁금해서요. 키키키린さんに関して言うとね、 非常に厳しい厳しい役者さんなので、いい加減な演出をするとすぐ見抜かれる。怖いということではないですよ。監督としてもっと自分が成長しなければいけないと思える相手がいるっていうのは幸せなことだなと思うので、声をかけ続けています。家族の思い出はあんただけのものじゃないからねっていうのを店先で言うセリフがあるじゃないですか。あれは僕が 家族のことを姓に書いた時に、姉に呼び出されて家族の思い出はあんただけのものじゃないのよって言われたんですよね。でそれを聞きながらいいセリフだなと思って、その場でメモをしたものをまた使ったということで。 태풍이 지나가고 사랑합니다. 사랑하세요.